やっほー。天気が晴れたので久しぶりにお出かけしてます。いつもねお出かけはするんやけど、どうしても雨降ったら買い物とかになっちゃうから、うん、今日久々に晴れたんでちょっとねお昼ご飯と朝ご飯兼ねて金タコ食べながらまたどっかちょっとね遊びに行こうかなと思ってます。イエーイ。本当に喜んどるで今から金タコを買いに駐車場にいるので行ってきます。金タコ買ってきます。すごいぞレッツゴー。こっち。購入しました。購入しました。早く食べたいんで走って海まで行きます。購入しました。購入しました。いいね。とこれが今から海に向かって海で食べよっかなって公園か海に行くか、うん、思ったので今から向かいます。はい、お願いします。かしこまり。かしこ。じゃあ久々に晴れた嬉しい。昨日すごかったよね降水、うんうん、富城すごかったね。でもずっとあれやわ、あんまり外出てなかったからあのヤバい時間帯、うん、みんなのストーリーとかヤバかったわ、うん、あ、無印の買ったもの紹介しよう。もう買って食べちゃったんだけど食べたね。このリンゴジャムサンドクッキー、これ初めて食べたんですけどめっちゃおすすめです。本当に美味しい。これ美味しいね。そう、なんか味が多分リンゴとイチゴがあるんだけど、ジャムリンゴが美味しいです。イチゴ食べたことないわ。まだイチゴジャム、普通イチゴジャムクッキーなんかね、ネトネト感がたまらない。本当に美味しいクッキーの。多分、99円だったかな。なので、食べてみてください。これ、もう食べちゃった、ごめんなさい2人で1つ食べた。このバナナバウムで、無印はめっちゃバウムクーヘンの種類が豊富、味が立派だったね。これが一番人気で、多分2番が紅茶だった気がする。それも美味しいと思うので気になった方は食べてみてください。はい、以上。ありました。無印医療商品紹介でした。待て無印医療無印良品紹介だ以上、無印、はい、良品紹介でした。はい、到着しました。暑すぎます。今日はすごい久々に沖縄が晴れてます。そしてここはどこですか。ここは西原のキラキラビーチです。こんな感じで瓦屋根があって休憩できる場所もあって、ここの奥がビーチになってます。これがジャパジャン金タコです。こっちが野菜チーズ、野菜チーズ700円で、これが野菜抜きのトマトも入ってなくて、そうが600円です。本当に美味しいので食べたことない人は食べてみてください。沖縄に旅行来た時とかに食べるといいと思います。絶対これだけは、今回の方。じゃあいただきます。初めてチーズとミートだけを頼んでみました。今日はいつも野菜あり、そういつもはこれだけど、みんなのストーリーとか見せたら
なんか食べたくなった。チーズ、あ、野菜なしを？そう、なんか美味しそうだなと思って。今日風が強いんですよ。晴れてるんだけど。めっちゃ風強い。いただきます。うまい。最高。これも食べよう。よくばらんでて、トルさんは。うん。ささいたぶなくなった。トマトもラッピー。いいよ。うわ、強いな。うん。うまっ。うん。いっぱい入れてそうだ。いっぱい入ってるよ、これ。ね。うん。なんか店内でも食べれるんだけど、あ、食べれるお店、食べれないお店があるのかな。さっきは持ち帰りだ。今日行ったところは持ち帰りだけで、でも店内だったらもうさらに、ね、盛りだくさんで、盛りだくさん。お手間のところはあれよ。そう。で、ちゃんとお持ち帰りもできるんで、残ったものは。お店で食べるのもありだけど、やっぱり夏とか夜はみんな意外と。テイクアウトして海とか、うん、海とか海とか、ね、海とか茶炭の海沿いで食べる人が多いのかなって思う。うん、確かに。これうまいに決まってる人かな。バイバイ。今沖縄ワールドに着きました。着きました。すごくてちょっと映しますね。見てください。入り口すごくないですか。今何て言うんだろう。今日の天気は晴れです。引き続き雲がたくさん、ちょっと雲多いけど。ってことで早速入りに行きたいと思います。で、今からなんだっけ、マングースとハブのなんかショーを見に行ってきます。行ってきます。本当はじっくりいろいろ見たいんだけど、なんと時間が3時半からショーが始まって、鍾乳洞が4時までにしか入らないといけないので、ちょっと急いで行きたいと思います。急いです。ではまた。ちょっと会場が広くて、施設がなんかめっちゃ迷ってて、あ、なんかどこに行ったらいいか分からなくて、結構時間やばいのに。待てよ、一旦整理しよう。うん、こうやろ、あっち側から来て、で、亀やろ。これが亀、うん、亀。着きました。ギリギリ間に合いました。今やっと会場にギリギリで着いて、本当にあと3分前ぐらい、あと3分で始まる。危なかったです。危なかったです。ちょっと楽しんでいきたいと思います。ちょっと様子を撮れたらいいなって思います。よかったね、みんなに見せれたら。うん、じゃあ見てきます。じゃあねー。ヒートをマンクスであちらまで泳いで5分で着きます。よーい、スタートしてくれたらマンクスで、マンクス一生懸命です。海が下に落ちません。海が目が向いていて全然落ちなくて、マンクスどうでしょう。もうマンクス通過しました。一歩見えるようですね。はい、もう芝がついていて絶対落ちました、落ちました。海が落ちましたが、実際にマンクスが一つでゴールです。これは
見てきました。可愛かった。で、マックス今から今4時55あ違う3時55分で鍾乳洞の入り口が4時までに入場しないといけなくて、ちょっと急いで向かってます。なんか前までは水泳対決じゃなくてなんてコブラと対決とマングースが決闘みたいな、だけどもうそれがなくなって海蛇と、そうなんか多分動物保護なんとかみたいなやつで、そうそうそうでやったみたいで、あもうなんだかんだ着きました、入り口後ろこんな感じです、ね、入り口が、いやもう時間も時間でやばいので入っていきたいと思います。今途中入ってるんですけど中暗くてちょっとライトがないと自分たちが映らなくて、めっちゃ綺麗です。すごいこんな感じで色もめっちゃすごい、ちょっとね雨がポポポポ出てくる、本当にすごい。めっちゃでっかい。まだ入ったばっかで奥の方にもあるので回っていきたいと思います。楽しみだぜ。今結構歩いてて900m あって、900ぐらい、なんか本当は 5000m ぐらいあるみたいなんですけど、なんか 900m ぐらいはなんか歩いていけるよみたいな感じで、うん、あ、水が、そうすごいすごいすごいってすごい大洪水です。そう。あ、めっちゃ危ない、びしょ濡れ。で、いやもう中に入って30分経ってるんですけど、まだ未だにゴールがまだ見えてないです。とっても長いです。ね、めっちゃ長いね。うん、と今やっとゴール地点に着いて、なんか所々めっちゃ綺麗なスポットあったんだけど、うん、なんか動画を撮り損ねたのでそこは。写真でエンディングで写真で流すので、はい、それかみんなめっちゃいいところなんで直で行ってみてください、うん、やっとこうさあゴールで終わる、じゃあまた楽しい放送でいい。今洞窟出てきて、こっちがフルーツパーク、フルーツ、あー虫いっぱい、虫いっぱい、フルーツパークみたい な, ね、そんな感じ、フルーツランドみたいな感じでいろんな、なんかパイナップルとか、あ、マンゴーとか、そうそうそう、いっぱい、そう、バニラとかになってるの、すごい、あ、これマンゴーや、うん、実ついてた、こんな感じでいろいろ案内が書いてます。あ、いい匂い、本当にいい匂い、いい匂い、うん、お前も匂いしてみていい？バニラビーンズの匂いです。めっちゃいい匂いだよ。あ、すげえ。バニラ&マンゴーが本当に美味しくて本当におすすめなので、めっちゃ綺麗、ほら皆さん買ってみてください。ブルーシールにも売ってるんでよかったら、名古屋のブルーシールね、うんうん、このブルーシールないよね、なんか結構限られてる店舗が、そしたらまさかこっちで出会いました。食べよう食べよう、食べましょう。というわけで車に戻ってきました。何時に入ったっけ、4時ぐらい、うん、2、3時半からあれだから、そっか、ちょうだから、結構いる、2時間半ぐらい、2時間半ぐらいいたんですけど、それでも最後のところ結構駆け足で行ったんで、うん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 、思ったよりめっちゃ中なんかいろんな施設とかあってめっちゃ楽しかったね、うん、だからもし行くんであれば皆さん時間に余裕を持って、うん、17時半閉園なのでそれに合わせてしっかり
余裕持って行ってみてください。うん、では今日の動画はここまで。ちょっと久々であれだったけどまた動画載せていくんで、じゃあ次の動画でまた会いましょう。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。トッカーン。